来ている。でもなんでこんなところに。ん？天国？あれ？私死んだんじゃ。まさかこれって噂の異世界転生ってやつだったり。実験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 チート能力を手に入れた僕に恐れるものはなかった。僕は選ばれた人間なんだから。混乱する世界いいですね。新時代の幕開けを感じますしかしまあ、相次ぐ爆発事故に脱線事故、動物の暴走に謎の突然死まであったわけでしょ。災害というにはちょっと続きすぎじゃないですかね。どう思われます？私はやはり同時多発テロだと思いますね。ああ、なるほど。教授はどう思われます？私はテロとは思いませんね。一貫性がなさすぎるし、目的が見えない。ほうほう、ではやはり偶然の災害だと。いや、これはあれです。つまりプラズマです。実験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 ここはサンプルが豊富で天国ですね。ん？天国？あれ？そういえば私死んだんじゃ。そもそも大規模な電波障害も起きている。原因はプラズマ以外に考えられません。はあ、プラズマ。いやいや教授、それはちょっとさすがに飛躍しすぎでしょう。おお、では先生は何と。私は太陽フレアが原因と見ています。おお、太陽フレア。簡単に言いますと、太陽フレアは黒点付近で発生する爆発現象なんですけどね。今年は黒点の数が異常でして。大規模な太陽フレアが起きると宇宙環境変動を引き起こし、衛星などに障害を引き起こすんですよ。はっはー、なるほど。私は今回の災害はプラズマだと思いますけどね。いやいや、太陽フレアです。白熱しておりますが、ここで CM です。街角のテレビからノイズ混じりの放送が聞こえてくる。議論はどれも的外れ。こんなバカでも教授や先生ともてはやされるのだから笑ってしまう。研究室にこもってばかりだから脳が萎縮して劣化するんですよ。もっと外の空気を吸えばいいのに。なんだかかわいそうになってきました。そう、本当にかわいそう。私の研究がどれだけ革新的か理解できる頭がないなんて、研究者として
生きている価値はあるんでしょうか。目の前にいる黒い化け物を殴る。普通に倒せますね。殴った中に人間もいた気がするけれど、ボートと化しているなら死んでも問題はないでしょう。それより問題なのはこの感触。血も肉も骨も本物でしかありえない。夢というには無理がある。死ぬ直前までしていた私の研究、時間を超越するタイムマシンを作ること、それは次元の壁を越えることも意味する。だとしたら今のこの状況は。やっぱり私の研究って成功していたんですね。だからプラズマ太陽フレアです。ここで緊急ニュースです。現在起きている災害の原因となったとみられる電波障害ですが、どうやら都内で最初に発生した爆発事故と同時刻に異常が計測されていた模様です。現場となったマンションはすでに鎮火しておりますが、そこから専門的な研究に使う大量の機械が発見されたとのこと。なお部屋に遺体はなく、警察はこの部屋に住んでいた科学者の女性を探しているとのことです。